気がかりだ。打ち勝てるものなのか。病は戦うものではなく、寄り添い初めて治すものです。その話が誠ならば、すぐに立つぞ。広がる前に食い止めねば。感謝します。よく菰田から逃げ延びましたね。ユナという女子のおかげだ。俺を浜から運んだ上、手当てしてくれた。腕の良いクスシのようで。あれほど勇ましき者は知らぬ。俺の命の恩人だ。我が母を思い出します。昔私は体が弱く丈夫になれたのは母が作った薬のおかげでした。それからクスシを志そうと。おや、人がいるようですね。お主は下がっておれ。見てこよう。早く食い物をよこせ。そんなものはね。さあ来い。村の者が残らず病にかかって二人で逃げ出したところです。病源は悪霊です。ご先祖様を怒らせました。我らは戦わずして猛虎に食料を渡したのです。奴らが去ると皆が病に。この地は呪われています。先を行けば宿がある。休むといい。今は外にいる方が危ない。家に戻り隠れていなさい。ありがとう。悪霊がついてこないといいのですが。来い、ノブ。よし。どちらへ行かれるのです。いともたやすく人を斬るとは。切らねば民が死んでおったぞ。賊といえどもまずは話し合うべきです。話し合うだと。それならばなぜ俺を頼った。お許しを。私は治すことしか知らぬに太刀は持てません。ちょっとクスシさん、こっちに来ておくれ。慌ててどうした。何事だ。息子が毒を食べちまったようなんだよ。見せてくれ。野営を差し置くのか。手遅れになるぞ。すぐに済ませますので。仕方ない、俺も手を貸そう。感謝いたします。何を食った。食べ物なんて残っちゃいません。原因を探ってみよう。かたじけない。ただの湯だ。カゴは空だ。野生のキノコをかじった跡がこれだな。クスシに知らせよう。
いかがでしたか。キノコを食ったようだ。このバカ、なんてこと。空腹のあまり手を出したのだろう。水苔があれば解毒できるのですが。ここにおれ、俺が取ってこよう。苔は見つかりましたか。あったぞ。いいか、よく聞いてくれ。苔を砕き、水を少しだけ混ぜたらよく煮るんだ。それを飲ませてやれば明日の朝には良くなるはずだから。そろそろ野営に行かねば。ええ、息子の命の恩人です。あの、女の息子は百姓と同じ症状でした。体が痛み、息切れが激しく。つまり百姓も毒を畑にまかれたということか。ええ、おそらくは。軽い毒なら苔で済みますが、念のため効能の強いハンゲを取りに行きましょう。池に生えているはずです。急ぐぞ。なぜ池のそばに。ここは丁重に頼んで去ってもらうとしようか。いえいえ、あなた様にお任せいたします。
Hakuben! Hakuben! Harak tujuan. こちらです。ハンゲはあったか。ええ、おかげで十分に取れました。しかしあなた様は人斬りを楽しんでいるようにお見受けするのですが。全ては民を守るためだと太刀を抜くたび自分に言い聞かせておる。なるほど、失礼いたしました。病人のもとに行くぞ。走れ、ロブ。野営は目の前です。大変だ、妻が息をしていない。いつから伏せておる。もう子供がうちの畑に来てからです。何か食ったか。口にできるのは井戸の水しかありません。手遅れだ、すまない。私がもっと早く来ていれば。お主に咎はない。しかし道草を食わなければ死なせずに済んだはずです。そのおかげで救われた命もあるのだぞ。毒がゆえんであると分かることもなかった。ですが毒の出どころまでは。死んだ女が最後に口にしたのは井戸水だったな。そして病が広がったのは猛虎が去ってから。井戸に毒を仕込んだな。水とあれば病は瞬く間に広がります。治せるのか。ええ、ハンゲさえあれば。救ってやってくれ。そういたします。あなた様がいらしてよかった。酒井様、よろしいでしょうか。話があります。ああ、何事だ。ここではお話できません。こちらへ。兵衛と申します。この店の主。何か買ってもらいたいのか。いいえ、滅相もありません。ここでいいでしょう。誰にも聞かれません。何をか申してみよう。村の春男がおかしなことをしているようで、日が沈むと村を出てそのまま夜明けまで戻ってこないのです。昨夜後をつけたら墓所の近くにあるあばら屋で野党と会っていました。野党だと。それは気になるな。あばら屋を見つけ企みを暴こう。よく話してくれた。
生き延びような。春音やらはここで野党と会っておるそうだが、人はおらぬか。調べてみよう。晒しぬのか。わずかに血が。おそらく朝出だな。灰が多いな。幾度も火がつけられたようだ。誰かの飯。たばかりだ。これは確かに怪しいな。一度隠れて春尾や野党が戻ってくるのを待ってみるか。探してるんだ。急がなければな。で、何を持ってきた？神社の御神体。おお、そりゃいいな。猛虎に奪われなくてよかった。早く埋めようぜ。野党め、どこに運ぶつもりだ？誰か。
ないからよく見ておけ。他の連中は隠れてる。何度か猛虎が小屋のそばを通った。今のところ誰も見つかってない。おい、聞こえたか。馬だ。猛虎、隠れろ。去ったな。行くぞ。ああ、運が良かった。この前タモンが見つかったんだ。騎兵が増えてきたな。あの侍のせいだ。どの氷でも奴を見つけようと躍起になってる。いっそみんな殺してくれりゃな。さっさと街道から離れようぜ。タモンはどうなったんだ。アリ塚の上で貼り付けにされたんだよ。死ぬまで悲鳴を上げてた。そりゃひでえ。それじゃあ早く済ませよう。何をしておる。ご神体を埋めることになるとはな。猛虎に持っていかれるよりはマシだろう。野党ではないようだな。急げ。嫌な感じがする。ねえ、よし、これで安全だ。お主ら、そこを動くな。まずい、つけられてたんだ。あれ、例の侍だぞ。あなた様でよかった。野党からさような言葉を聞くとはな。それは誤解です。アザマ浦から猛虎を追い払われたそうですが、奴らが戻ってこないとも限りません。だから神社の貴重なものを隠しているのです。奪われぬよう。トータロー、聞け、大変だ。どうした、みんな置いてきたのか。小屋が見つかったんだ。みんな捕まったのか。殺されるぞ。敵は何人だ。数え切れないほどです。戦える者は俺と騎兵が。ついてこい。他の二人は小屋の仲間を守れ。武具は子だ。手近なものを使え。隠れ。さあ敵。どうしよう、どうしよう、どうしよう。あらかだ。後ろだ。逃げればよかった。さらに来るぞ。もう戦えねえ。ただの弱小なのに。Ugh!
勝てるわけない。誰か深手のやつは。いや、お前らのおかげでな。俺たちじゃない、酒井様のおかげだよ。何が望みだ。この者らは猛虎から逃げてきた者や家を失った者です。守っておったのか。そのつもりです。後で盗むため宝を隠したのではないのか。違います。金が欲しいのではなく、猛虎が去った後のことを考え人助けをしたいのです。ならばアザモウラに連れて行こう。あそこなら安全だ。止まれ。野党どもが何の用だ。裏には入れんぞ。俺の連れだ。野党であろうともかくまってやってくれ。ですが信用できません。こやつらは猛虎と戦った。守りの役に立とう。そうおっしゃるなら門を開けろ。こいつらを通してやれ。酒井様、お礼の言いようもありません。仲間を守ったように村を守れ。約束します。猛虎が去った後、宝の在りかを皆に知らせるのだぞ。もちろんです。信じてくださりありがとうございます。苦しめはしない。友ではないのか。もう昔の話だ。よせ、まだ間に合うぞ。変わったのだな。お前もな。共に故郷を救おう。今じゃ猛虎のもんだ。竜造、侍だ。侍がいるぞ。
ジンです。ジン、急げ。ウフ侍の歯。うわぁ、おじ上、信じておったぞ、ジン。さすが忠志の息子だ。この身を尽くします、おじ上。立たねば。まだだ。ハーンは豊玉に狙いをつけ北へと向かった。残された万兵は我ら二人に太刀打ちできん。火星もあります。城を取り戻せる。共に勝ち時をあげるぞ。万兵殿を始末。さあ行くぞ。猛虎を狩ってやろう。お供いたします。政子殿、無事であったか。老い子のおかげです。そなたを救うと言い通しておった。無理だと突き返したが、こたびは心得違いであったな。ありがたきお言葉。皆が無事でよかった。多くの同志を失ったがな。一族も。足立殿は武人としての最後を遂げた。敵を討たねば。全ての対馬の武士のためにも。追手が来るよ。我らにかなうものか。続け。死んでいった対馬の武士の敵、政子殿、政子殿、一人も逃がしてない。石川先生、矢を放って、本身は守ろう。よっちゃんねえ。皆の者、よく働いた。やったね。城は取り戻した。ご采配の賜物です。お前がいたからだ。これより猛虎どもの鼻を明かし、コトゥンハーンに意志を返すとしよう。見せつけてくれるわ、武士の意地を。志村の城を取り戻しましょう。そして猛虎を撃つ。誇りある武士らしく。里に戻り、殿下の鎧を手に入れ、槍川を味方につけよう。
わしは将軍様に援軍を請う。いかに下文を送るのです。わしの知り人を頼らねばならんな。ウムギ谷におる五郎という名の船乗りだ。では私が探しましょう。ならばわしは宿営で待っておる。離れることになるな。くれぐれも用心しろ。必ず生きて戻れ。酒井様、牢に捕虜がおりました。僧兵のようでお話をしたいと。僧兵だと承知した。